も皆さんこんにちは、こんばんゆうころです。今回なんですけども、皆さんモンスターハンターコラボガチャ引きましたか？まあね、あの星8から星6までめちゃくちゃたくさんキャラがいるねガチャなんですけども、今日はモンスターハンターコラボガチャの当たりキャラトップ5を話していこうと思います。多分もうみんなガチャ引いたと思うんですけど、その中でもこの5体引けてるやつはマジで勝ち組だよっていうね5体を紹介していければなと思います。はい、モンハンってね、あの実装前ね、あれこのコラボ外れじゃね、引かなくていいんじゃねみたいな感じでしたけど、まあ実際ね、あの実装を見てみればやっぱり性能自体もねすごい優秀なキャラ増えましたし、何よりね、あの直前まで発表されてなかった亜種と希少種のキャラが大量に増えたので、まあ、それでなおさら評価上がったガチャかなと思います。はい、レウスレイヤーとかもね、あとはナルハトナ姫は弱い、まあナルハトナ姫はもう弱いね、完全に弱いけど、まあみたいな、あもうネタバレしちゃったけどね、まあでもそんな感じで優秀なキャラも多いので、まあ今日はですね、モンスターハンターコラボの当たりキャラランキングトップ5を話していこうと思います。まずは第5位からやっていきましょう。さあということで、泣きの第5位はこちら。まあさすがにね、さすがに5位には入りますよ、ナルハタタ姫です。まあリーダーとしてもね、実質 HP5 倍超えのね耐久値持ってくれていて、まあ指延長ルーレット生成、キー光回復4個ずつ生成の進化後が自分の攻撃2倍、上限200億解放6解除生成全土力を持ってくれてます。まあ非常に面白いキャラではあるんですが、玄関区で使う必要性っていうのは正直もうほぼないに等しいですね。なんかあの最強リーダー持ってない人が大弱枠で使うのはありかなぐらいだけど、まあ、正直ガチガチのテンプレ組めるとかじゃない限りはもうわざわざ今の環境にあのキャラとしてはほとんど使えません。じゃあなんで5位かっていうと、まあ、それでもやっぱり言うて強い性能ではあるっていうのと、まあ、武器ですよね。強すぎなんですよね、本当に武器が。まずこれ、浮遊スキブチーム回復2つ、指延長2つに、盤面外周光変化、2ターンダブル吸収無効、2ターン閉鎖が14ターンです。それこそ、美琴みたいな周回遠征でも使えますし、攻略要因でもね、あの、普通に使えます。なおさら、神タイプ票がなんか結構でかい気がするんですよね、僕は。近々使える気がするんで。まあ、なおさらね、これも非常に浮遊スキブ武器で優秀ということでおすすめなのと、あとこっちですね、神タイプ追加、スキブ2個、7強ドラゴンキラー、V 破壊ボーナス持ち。これやばいっすね、普通に。未知の新生系統ではね、ドラゴンキラーが刺されまくりますので、スキブ2個ドラゴンキラーが非常に強いっていうのと、さらに7強も乗せれるんで10倍キラーになる、10倍火力になるんですよね。あ、12.5 倍火力かになるんですよね、あの14コンボ組んであげたら。で、特にこのドラゴンキラーやばいのが、上限解放42億出るようになったので、なんか変身キャラクターとかに積んであげたら火力出せちゃうみたいな。で、V 破壊ボーナスもあるから、もしね、未知の新生、新未知の新生に V 破壊キャラとか実装されたら、マジででかくなりますよね。そうなると、なおさら強くなる予想がするので、まあ、将来性もかなり高いかなと思います。まあ、さすがにこの武器2種類取れるのぶっ壊れちゃって最強すぎるんで、まあ、引けたらめっちゃラッキーですね。確定買う必要は全くないですけど、引ければすごい強いかなと思います。ということで、第5位は、ナルハトタ姫でした。次行きましょう。さあ続きまして第4位はこちら、リオレウス亜種ですね。はい、レウス亜種めちゃくちゃ強いです、このキャラ。バインドスキブ封印指、浮遊10強ずつ 2way プラスボイスに、全パラスキブ毒プラスお邪魔プラスから選べるんですけども、まあまあスキブつけてあげてスキブ4つ持ちとか、あと全パラつけて捨て持ってあげてね、まさに HP がこんな感じで、だいたい 17,000 の攻撃 8,400 とかにもできますと。 HP17,000 ってエグいからね、やっぱ石10個コラボなんでね、耐久値とんでもないですね。で、さらにそれに加えてスキルが5ターンで、まあ進化スキルで5ターン4ターンって進化していくんですけど、最終段階が3ターンになって、2ターンダメージ吸収無効、指と火の攻撃力が2倍、覚醒無効全回復、ヒドロ強が3ターンで使えます。あの終わっててこいつ、まあ、当然ながらレウスレイヤー編成でも使えますし、もうそもそも火属性編成どころか、なんか無理やり多色に詰め込んでも使えたりするんじゃないかってぐらい強くて、やっぱ2ターン吸収無効を補えるのと、指エンハンスと覚醒無効全回復3ターンに泥強付きはおかしいっす、マジで。こいつスキル強すぎなんで、まあもう本当に単純なこの覚醒とスキルの強さで第4位にランクインって感じですね。こんなキャラ珍しいんですけど、あまりにもスキル強すぎるんで、まあ当然ランクインするかなって感じです。まあ武器も普通にチーム HP3 つ、雲に泥強4つに指エンチョなんで悪くはなくてね、激減ダメージ吸収特性吸収無効6解除両端非生成も悪くないんですけど、とにかくキャラ強すぎるということで、第4位は、レウス亜種でした。さあ次行きましょう。さあということで第3位紹介していこうと思います。第3位はこちら、ティガレックス亜種ですね。あのマジで僕このキャラ本当は1位にしたいぐらい推してるんですけど、まあ現実的に3位です。普通に1位はないですけどね、まあ、ただめちゃめちゃ強くて、バインドスキブ封印回復 L 字 T 字10強積む股間プラスボイスに、全パラスキブ V 破壊 L 字プラス持ってくれてます。はい、
で、特徴としてまず10強4つに無互換プラスに回復エルジがあるんで、まあ、単純な火力として625倍の 12.25 倍の回復エルジ3倍で、22,968 倍の火力が出せますと。まあ、この時点で普通に火力も高いし、まあ、全パラもあるんでね、捨てもかなり高いんですけども、これに武器つけてあげると簡単に10万倍ぐらいの火力が出せますと。そうね。でしかも T 字とか合わせてあげると80万倍とかも出せるので、まあ、無互換 T 字ってあんま組まないですけど、まあ、どっちでも火力出せるっていうのがね、すごい特徴のキャラかなと思います。はい。ただまあ、この火力もなんですが、ティガレックスの強いところは、マジでスキルで、これおかしいんですよね。まず4ターン遅延 40% グラビティスキル進化。これ、新万獣とかにおいてめっちゃ強いです、マジで。で、2段階目生成、3段階目生成なんですけども、4段階目の最終段階に行くと、ロック解除、キー回復を6個ずつ生成、2ターン自分の攻撃2倍、上下7条句が2ターンで使えます。つまりですね、ロック解除キー回復生成ループが2体でループする上に、上限70億と自身の攻撃力2倍が2ターンなんで、ループし続けるんですよ、どっちも。だから今までの V2 とかメローラムって1回しか上限解放できないから、どっちかしか上限解放できなかったのが、ティガレックスアッシュってどっちも上限解放できるんで、つまり2体入れてあげると420億火力ループとロック解除生成ループが使えるんですよね。まあ、特に V2 がスキル強かったのに火力出せないっていう課題点があったんですけど、ティガレックスはスキルも強い上に火力も出せるから、もう間違いなく今の機能最強生成枠になったかなっていう感じですね。はい。で、まあ、貴族生ってしかもクーバーシェンとかもいて、結構火力出せる相性いいキャラ多いので、まあ、このティガレックス、アッシュとクーバーシェン実装によって貴族生の評価っていうのはマジで上がったって感じですね。特にベルドラ使った編成とか、なんならリダフレティガレックス、アッシュとかでもね、HP 1.2 倍に激減に攻撃36倍、参考文化さん固定外役もあってめちゃめちゃ強いんですね。なんで貴族生の最強生成枠ということで、マジで取っておきたいキャラということで、第3位はティガレックス、アッシュがランクインです。次行きましょう。さあ、ということで、ギリギリ第1位になれなかった第2位はこちらになります。でん、こちら、レウス・レイヤがランクインですね。はい。バインドスキブ封印浮遊に7強6個、2ウェイプラスボイスに、スキブ7強プラス V 破壊全パラから選べるキャラですね。まあ、スキブ4とか、7強で火力とか、あと全パラで捨て持ったりもできます。やっぱ一番強いのは全パラかな、実際。HP18,921 の火力もね、相当高くなりますから、まあ、全パラが一番強いですね。9300になるんでね。はい。で、進化スキルが2ターンヘイストスキル進化で、その後2ターン火と自分の攻撃力2倍、上限75億6回以上水闇を火にお邪魔爆弾を、お邪魔爆弾火を回復に変化が2ターンで使えます。はい。なのでリオレウスレイヤーをこう2枚入れてあげてループしてあげると、これもね、ティガレックスアッシュと一緒で上限解放ループかつ自身と火の攻撃力2倍円波がループするんですよね。で、さらにロック解除生成で、これ水闇を火に木を邪魔を回復に変化なんで、めちゃくちゃ火作れるんですよ。だから大量火生成かつ回復生成もできる優秀なキャラって感じですね。結構生成枠においては2色生成はぶっ壊れ、1色は物足りないって感じなんで、2色生成はめっちゃ強いです。さらにリーダースキルも9コンボ以上で 81% 軽減、固定500万ダメージ、火の4こけし1個につき攻撃力が4倍1コンボ加算を持ってくれてます。まあ、これもね、青天井なんで。2ウェイ3セットで64倍、2ウェイ4セットで256倍っすよ。リダフレで言ったら 65,536 倍。さらに、5セット組んであげたら100万倍とか出るので、どれだけ青天井インフレしても火力出せるっていうのがレウスレアの特徴ですね。はい。なのでもう単純にリーダーとしてもすごい強くて、でしかもね、耐久値も 81% 軽減とかいうね、これってあれですからね、ゼルクレアとかアークベルザと同じ耐久値ですからね。さらに固定500万の追い打ちもあって、まあ、リダフレ運用してあげれば簡単に火力出してね、4コンボ加算、5コンボ加算、リダフレで合計10コンボ加算ができたりするので、まあ、コンボ現象とかにも強いということで、まあ、間違いなくぶっ壊れなキャラですね。だから、パズルが大変、多少大変っていうのはありますけど、それでも大量生成があるからほとんどね、そんなしんどいパズルしなくていいですし、その上で青天井、高耐久力、そして優秀なギミック対応のね、固定500万とコンボ加算持ってるということで、バリ強いっす。マジで強くて、もう今、非属性編成においては、レウスレイヤーが一番強いと思います。間違いなく。という優秀なキャラクターということで、現環境トップクラスの最強リーダーということで、第2位にレウスレイヤーがランクインです。そしたらラスト、ギリギリね、第1位紹介していこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで、モンスターハンターコラボ、流行る第1位紹介していこうと思います。第1位は、こちらになります。ドゥルル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 ルどこだろう、どこで止まるか分かんないよ。どこで止まるか分かんないよ。ドゥルルルル、いや分かんない。まだ、星6?ドゥルルルル、でん、こちらタップしやすい、でん、ネロメールです。イェッ。まだ15体持ってるから、そら1位よ。
ユーコロチャンネルが15台取ってるから1位です。終わり。明日もう本当にこれだけ、まあ、なんですけど真面目にやりますと、こいつはもうね、あの動画で上げすぎて逆になんか今更説明してもあれなんですけど、まあ蝶つなげし3つに全パラ持ってるよね、化け物だよねって話。火力高いですね。でなぜか3属性つきました。ナイスミス。ワンチャン運営仕組んでたんじゃねこれ。本当に最初から3属性つける気あったんじゃね実は。まあいいわ。で進化スキル1ターン無効貫通コンボ吸収無効6解除下段2列水生成スキル進化で、その後1ターンダメージ無効貫通コンボ吸収無効自分の上限値が100億6解除下段2列水生成が4ターンって感じになってます。まあだから無効貫コンボ吸収無効4ターンで使えて、上限100億も4ターンで使えて、6解除下2列水生成が4ターンなんですよね。なんかたまにネロミエル使ってると枠がないみたいに言ってる人いるんですけど、マジでこいつと枠で競えんのノアかミサカミコトぐらいです。ガチで確かにノアとミサカミコトぐらいだったら競えますけど、もう正直それ以外のキャラの場合ほとんど競えないですね、マジで。もうそのぐらいネロミエル言うてめちゃくちゃ強い。そんな枠カツカツじゃないです。なんでかというとコンボ吸収無効とダメージ無効貫通があるから。でしかも生成もあって、リーダースキルもね落ち込なし、水10焦げしでダメージ半減、攻撃力40倍、固定1000万ダメージで水の HP2.3 倍って感じになってます。まあ落ち込なしリーダーなのも偉いですしね。で HP2.3 倍半減に固定1000万なんで1コンボ周回できるっていうね。で耐久値も悪くはないですね。まあ、でネロミエルの立ち位置としては基本的には中難易度までです。高難易度ネロミエル使う意味はほぼないですね。あのわざわざ使う必要なくて、中難易度っていうとまあ裏千住とかまでぐらいですかね。裏千住ってめちゃくちゃまあ大変なんですけど、あの編成考案者の方が天才すぎるせいで、裏千住って本来ネロミエルのスペックじゃ無理なんですけど、そこまでぐらいはボコボコに周回できます。もうこれは編成考案者の方がすごいだけなんだけどね、マジで。あとは単純に裏ゼロ次元とかはもう最高に強いし、裏木工場も最高に強いです。裏木工場ちょっと特殊な使い方なんちょっと違うんですけど、まあ裏ゼロとかね、裏そこら辺はもう本当に裏千住とかは破壊できるんでめっちゃおすすめですね。逆にそれより上の高難易度ではあまり使わないんですが、あまりにも周回リーダー性能高すぎるということで当たりキャラランキングとしては第1位ですね。ネロミールって交換できるんですけど、ちなみにあの交換しても結局ジグン4体必要なんで、最低でもジグン4体ってごめんジグン3体か必要なんで、結局交換した上でゲットするのめっちゃ大変なんですよね。だからもうなおさらガチャで引いておけば交換手間も省けるのでめちゃめちゃおすすめって感じになってます。という感じがネロミエル先輩でした。まあ間違いなく1はネロミエルですね。ほんとぶっ壊れてるんで、ぜひ引けた人はラッキーなんで使ってみてください。まあキリンアッシュとかもめっちゃ強いしね、あの星6いろんなキャラすごい強いんですが、まあヤンクックとかめっちゃ強いからね。まあね、特にこの5体は当たりなんで、ぜひ引けた人はね、有効活用してあげてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。